はい、はい、ということで今日は埼玉県立自然の博物館にやってきました。はい、はい、ね、入場券ももう買いました。はい、200円で安いですね。そうね、楽しみですね。そっちも200円なんですけど、はい、それでは行きましょうか。行きましょう。今日は夏休みってこともあって、うん、小学生もちらほら。そうですね、お外に行きましょう。クイズやっていく、クイズもらっていきましょうか。はい、はい、順路から行きますか。はい、これにある、ね、クイズに挑戦して博物館オリジナルカードをゲットしようだって。いいですね、受け取りました。クイズを博物館の中を回ってクイズを解く、うん、はい、よし、じゃあバインダーを。はい、じゃあそれお借りしていこうか。お借りしましょうか。あ、用意しちゃった。セットしちゃった。うん、まあいいか。はい、まず1番からかな。天井にいるカルタボロン、ね、明らかにこっちな気がするけど、回っていくか。あ、すごい、クイズが違うんだね。天井にいる、あれだよ、あれか、でかすごい、明らかに2メートルじゃなくない？12メートルですねこれがカルカドロン、メガロドン。これはどう見ても三角だね、丸じゃないですね。いやー、ほら、すごいな。すごい歯ですね、こんなのでガブッ。しかも生きられないね。生え変わったというか、獲物に刺さって抜けちゃってもすぐ後ろが生えてるね。あ、こんなことができる、入ってくるかこんな、あ、すごい、むし、さて、じゃあ虫もクイズになってたりするの。あー、クイズには虫の標本もいっぱい。クイズにはなってなさそう。すげえね、蝶々も国鳥だ、日本の国鳥、あ、大紫、国の鳥。そう、へえ、鳥ではなくね。そうです。あ、上に鳥もいる。鳥の方が可愛い鳥の方が可愛いって。ヤマセミ、カワセミ。カワセミだ。この子はキジバト。あ、違うな、イシイ。ねえ、あ、なんか石畳のあたりの地層とかですかね。ねえ、よくこんな綺麗になるよね。うん、さて、いろいろ見逃してそうだな。そうだね。あ、さっきの松ぼっくりの問題がこっちでした。松ぼっくりがあったとさ、あれ、え、松ぼっくりはないか。よし、順路に行こう。あれか、あー、そうかも。あ、松ぼっくりあった、あったあったはい、松ぼっくりコレクション。はいはいはい、なんかね、松ぼっくりってね、食べられるらしい。あ、うん、美味しいらしいです。もうここは化石だね。そう、このね、問題があるんですよね。はいはいはい、名前は、名前はこれも、これも、もしかして向こうかなあ、これがこれだ。おお、緑泥石片岩。はいはい、秩父鉱山。うん、あ、ここに答えがいましたよ。あ、ここにあったね、このやつだったね。多分そうね。おてっこ、ゆうてっこ、ん、違う、いりゅう、ちりゅうてっこ、おてっこ。すごい、あら、あ、これが、これダチョウ。ダチョウじゃない。
すごく近くまで見れる。ガリミムス。うん。お前ジュラシックパークにいたな。オルニトミムスか。いた。似てるな顔。この復元の画像というか。すごいよね。うん。こいつはモンゴルなんだ。ですね。へえ。うんうん。鶏もどき。恐竜王国。ガリミムスって鶏もどきって名前なんだ。こんなに大きいのに。足太いね、骨やっぱり。うんうん。あら、え、大きい。こいつ何？サワダ？サワダってあの美味しいやつ。うん、美味しいやつ。でかすぎ。すごい。ね、何ヶ月分だよ。秩父サワダ。生態復元模型。秩父が昔海だった時にこれが泳いでいたと。こんなん泳いでたらシュノーケルやりたくないけど。食べられちゃう。もうなんかまるでマグロ。マグロサイズだね。でかくない？美味しいのでしょう。なさそう。全然なさそう。と同じ。あ、口には歯がなくくちばしがありました。なるほど。本当に雑鳥と同じだね。なかった。なかった。はい、つるっとした雑鳥と同じくちばしのようです。はい、うん。アザラシの仲間。本当に海だったんですね。アザラシの仲間。アレゴパラオキシア。これが多分目玉なんだと思う。アレゴパラオキシアの骨格、化石、本物ですね。すごいね。国の天然記念物だって。うん。あ、すごいね。こちらも学標本、頭がないけれども体がこんなに残ってるんだ。ね。すごいですね。埼玉の基準。あ、こいつがさっきの入り口。そうそうそう。しかもなんかカバーじゃなくてジュゴンとかマナティ。あ、でも。そっか、わかんない。今の生物で何が近いのか。あ、でもゾウやマナティなど共通の祖先から分かれた。うんうんうん。カバではないんですね。大迫力よ。すごい。すごい。この子にはちゃんと歯がある。うん、手がでかいね。もうヒレみたいな、こっちでかい手紙。すごいね。面白いですね。イノシシかな。あ、ぽいな。タヌキかイノシシか。あ、違う。あ、それはアライグマです。アナグマ。あ、日本タヌキだ。違うね。イノシシだね。あ、ウリボウがいる。本当だ。日本イノシシ。埼玉の奇獣がもう頭から離れない。あれをパラドキシア。あれをパラドキシア。埼玉からしかきっと出ていない。じゃあなんで埼玉サウルスにしなかったの。うーん、ねー。あ、いくつかの種類に分かれます。秩父から見つかってるのはタバタイ。なるほどね。秩父が見つかっているんだ。パレオは昔のパラドキシアは矛盾した太古の矛盾した生き物という意味です。なんかうん、海に住むジゴンとまるでゾウみたい。キメラ。森じゃん、すごい。すごいよね。なんかひんやりするし。あ、土の匂いもちょっとする。するする。あ、ここですね。懐かしいですね。本物が紛れててもおかしくないな。
かも。ここは平地。すごいな。ね。いや。うちもさ、うん、こんなにできたらいいよね。まあ、うん、ダチョウだからなんかもっと違うそのあれになりそう。人生たぬきが千本ぼこ。たぬきだ。あ、キジよくいるやつです。いるね、よく。ケーンって言ってどっか走っていく。そう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 。あ、狙ってる、狙われてる。いるね。普通はまだ見たことないな。この子は何なんでしょうか。あ、メス？キジのメスか。ね、メスは地味だよね。鹿、鹿っているの？鹿、え、いるいる。こんなのが？いますいます。日本鹿、違う違った本州鹿。すげえな、こんなのがいるの。上に猿がいた。わあ、日本猿いるのかな。あ、でもここら辺に来たらいるかもね。ああ、ちょっと猿の方が遭遇したら怖い。ここ初めて気づいたかも。あの、ここに何回も見に来てるけど上を見てなかったんだね。怖すぎる。こうやって岩場に住んでるんですね。一匹紛れてもわかんないね。ムササビ。これもいるの？うん。あ、コウモリだと思ったの。ムササビの。コウモリにしてはでかいね。座布団ぐらいの大きさで。うわ、すごい。山の中に来ました。熊が。怖いね。熊が爪研ぎしてる。爪研ぎしてんの？え、バリバリバリ、あの、匂いをつけてるんじゃないの？上に人がいたりするんだよ。で、早く降りて怖いっつって。怖い。あ、近い。うんうん。イタチ？イタチ？イタチではなく天かもしれない、ね。本土天ってやつ。うん。そこにムササビが、日光ムササビというらしいです。ちっちゃい動物も大きい動物も両方いるね。わあ、カモシカ。この子は鹿じゃない。カモシカは鹿じゃないの？鹿じゃないです。牛の仲間です。あ、そうなんだ。牛とかヤギの仲間。足早いの？崖を登れる。段差を。ヤギね。そうそうそう。人も崖を登っちゃうけど。本当だ。何取ってるんだ？山菜とか。ああ。みんななんかツバメの巣とかってああいうとこにあった。ああ、確かに。ここにいないかしら。あるかな。あった。嘘。ああ、そこに。これは低木ですね。あった、よかった。さて、いよいよメインですね。はい、企画展、羽。はい、もうちょっと前に来て。はいはい、これね、羽。我らがダチョウの羽が飾ってあります。はい、飾られてます。入れずに買いに行こう。企画展、羽。飛ぶ羽、鳴く羽、すごい羽。はい、7月1日から鳥だけじゃなかったんだね。虫、虫ももちろん。あ、そうそう、これで見てみて。アズソミソはマクロクラッパ。あいつか。あ、あれ生物じゃないんだよね。そう、種、種。羽付き。ここにミサトオスと一番の文字が。あ、本当だ。書いてある。羽の使い分けがあるらしいですね。はいはい、うんうん。体についていれば一文字。一文字。落ちたら抜ければ二文字。うんうん。難しいのは虫。うん。はい。わあ、大きい。すごいよな。なんでこんな体がボコッとしてんのにこの羽で飛べるんだろう。飛べないんじゃないか。これ飛べないのかな。山鳥？滑空？うん、あの、広げるだけ。あ、そういうこと。バサバサバサできないと思うよ。この人は？この人とはすごい長距離を飛ぶと思います。羽は役割が一個ではないと。役割によって形とか大きさが違いますということですね。うん、動くことのできない植物の中には様々な器官を羽のように使って種子を遠くまで飛ばすものがいます。はい。あー、すごい。ここがもう足が分かるんじゃね。あ、分かるね。
ほら、違いそう。ちょっと違う。なんだろう、もうちょっと水かきがしっかりしてる。ねえ、カイツブリの足ってなんかこう、こうなんか向きがなってるの。そうだったような気がします。ああ、このハズクだ。翼の種類、繊維欲。栄欲。フクロウは栄欲。何か尖ってるか。うん、確かにそうだね。キリッとしてるね。そう。キリッ。丸い。丸い方があれなのかな。音を立てずに飛べるとかあるのかな。そうね。小回りが利く障害物を避けながら歩いたり飛んだりできる。烈欲。熱欲って先端が指のように分かれている翼です。おたか補助剣とか。へえ。猛禽類ですね。あれか、航空をさ、トンビがこう旋回してるじゃん、羽ばたかずに。はいはいはい、そういうことですかね。羽ばたかずに飛ぶことができる。獲物を見つけ次第滑空し、ピューッと、ガバッと。専用区、あ、オールマイティな翼だと。何がいいんだろうね。これから何でもできちゃうんでしょ。そうそう、なんかスピードを求められないならばこれが一番使いやすそうですね。確かに。小回りとか障害物もなければ。なんならうちの羽がそこにあるしな。あった、あった。飛べない鳥の羽という展示で使われてます。ちゃんとサトウストレッチファンの所蔵書いてあります。はい、ダチョウの羽とか翼は走る時の舵取りとかダンスに使われます、うん、ね。あ、ペンギンの羽だって初めて見た。こんな形なんですね。ペンギンの、はい。あ、翼のなんかつるっとしてるのはこういう短い羽なんだね。こっちがあのふささの白い部分か、うん、お腹とか。なるほど。へえ。あ、あれ？羽を持たない空飛ぶ動物。なるほど。モモンガちゃんとか、コウモリとか。コウモリは羽じゃないの？羽じゃないです。膜です。へえ。翼種目っていうね、あれなんだけどね。うんうんうん、名前なのに。翼と手が同じだと。うん。手の間に張った皮膚。あ、じゃあ指なんだ。指です。水かきがめっちゃ長いみたいな。この先端全部指だもんね。長いね。この枝みたいなの。あ、そう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 、指の骨。へえ。骨折し放題だな。ねえ、弱そうだよね。そうです。あ、じゃあ手のひらがバカでかいんだね。あ、そうそうそう。足は短い。羽を使って視覚的に線量を引く。すごいな、うん、あ、ここにもダチョウが。あ、また書いてある。メスとオスは違うよと。ねえ、あと黒で見せる。健康的で経験豊富なことはいい。あ、そうだったんだっていう。そうなの。そうなの。あ、でも年齢を重ねるほどもうツヤツヤの黒いいい羽になるっていうのは聞いたことがあるんですけど。年齢を重ねるほど剥げてきてる気がする。いやいやいや、若鳥よりもちょっとなんか脂が乗った年齢の方が綺麗なんだって。へえ。あ、でも黒でアピールしていると。こちら多彩な羽。泣く。あー、リンリンリン。あ、コオロギとかキリギリスもそうなんだ。あのカラカラコロコロっていう音ですよね。農場でおなじみの。今いっぱいいるね。いっぱいいるね。消える羽。え、あ、音を消すんだ。山まゆ。山まゆがじゃないんだ。俺も今山まゆがだと思ってた。ね。あ、でもだ。ガが抜かされてるだけでかな。あ、クスさん。あ、でもクスさんはクスさんでいいんだ。ねえ、はい、手をくれる羽。あ、これが種か。そう。面白い羽なのこれ。
これがさ、うん、あのバナナみたいな鞘にいっぱい入ってて、うんうん、あけびみたいにパカッて開くとそこからさあさあさあって面白い知らなかった篠原飛行機で、あれですよ、はい、カモあ、戻ってきたねカモカモカモの足どこでしょうかカモの足もしくは一般の方あれあ、こっちに行けるよカモの足と、なんだっけなシジュカじゃ、なんだっけカイツブリかカイツブリの足あ、そこにいるいるスターはなんか可愛いサイズこいつの可愛い、うん、でかいのが外にそうそういたいたどう見てもカバさんだよねうん顔がカバよあいたいたカイツブリ本当だカイツブリの足はこの子ですあカイツブリですねカイツブリだねうん泳ぐのにかなり適し潜水か川島には相変わらず綺麗ですねうんうん実物の方がもっと綺麗なイメージですあの標本だとやっぱり色が変色しちゃうからさっきの羽的な感じあそうそう生きてる方が綺麗めちゃくちゃ綺麗だったあオールリーも見てみたいこれツイッターの鳥じゃんえツイッターの鳥なんかこんなんが見つけてた声青まずくかあとイカレってこれなんだくちばし黄色いこれ日本の鳥なんでしょ面白いそうスズメ目ですねアトリカ夏なんかトロピカル風なうん確かにあウグイスおなじみの意外と地味なウグイス豊富結局でしょうん四十からこれめちゃくちゃいっぱいいるね朝泣いてんだ大抵こいつだなツツピーツツピおおあれ？シジュカラじゃね？こっちはシジュカラ違うんじゃない？チュチュピーチュピーチュピーっていう感じ。はい。ずっと鳴いてる。チュチュピーチュチュピー。言ってね。はい、面白いね君たちってすごいねうん、綺麗なこんだけ綺麗な鳥がいたらちょっとうん、なかなか目立つあとね、カード欲しいなあ、これ答え合わせしようかよいしょ名前ってどうしようまあいいかすいませんお願いしますあ、はいはい、はい、ありがとうございますあすいません、ありがとうございますはい、カードもらったはいじゃんいいねこれがね、カルカドロはいよしありがとうございましたはい、どうでしたか？はい、いや、見どころというかその見応えがすごいあったねありました羽一つとってもねうんうん3種類の描き方があったしさうんうんあの何平たい羽じゃなくて丸い羽、とんがった羽そうそう裂けた羽知らないことがいっぱいでした特に企画展もうんねえあれだけいっぱい一箇所に鳥の羽とかを集めるのって珍しいよねうん、ないねそううちのダチョウもあってよかったはいダチョウの新事実もあったし黒で見せているあれは知らなかったな、うんうん、黒がその健康とか経験豊富のアピールなんだねそれは意外でしたはい、はい、あそこにはい鎮座しておりますパレドパラドキシアすげえ覚えてる覚えたカバモドキ違うカバじゃないジュゴンとかゾウの仲間とか祖先なんでしょう
あそこの胴体とか頭はジュゴンに似てる、マナティとかに似てて、足は象みたい、でもヒレもあると。そうね、不思議な動物らしかった。あのでかい体を支えられそうにない、ね、後ろ足ですけども、水の中だからいいんでしょうね。結構上陸しなかったら、上陸しないの、しないんじゃない、あの水面から顔出して呼吸するだけのこの顔なんじゃない。あ、だからカバに似てるのかな。カバもこう目と鼻が一直線にあってさ、うんうん、呼吸しやすくなってますね。はい、こ、はい、いつのね化石が今国の天然記念物になってました。はい、ね、なんだっけ、目玉の一つかな。はい、はい、ということで今日は、はい、埼玉県立自然の博物館にお邪魔しました。はい、はい、次回もどっか行くかな。うん、楽しみですね。はい、はい、企画展の方は10月の方までやってるので、はい、ぜひ皆さんも遊びに来てみてください。はい、はい、またね、バイバイ。